田中拓馬です。今日はですね、初めの回ですので、ちょっと僕の略歴とかはですね、ちょっと説明しまして、あと、どうやってですね、海外に進出していくかというですね、そんな話をちょっとしていきたいと思います。僕自身はですね、早稲田大学の法学部を卒業しまして、司法試験に立てしまして、そこからですね、ちょっと絵を始めたんですが、今は8年前になるんですが、そこからですね、絵を描けない頃ですね、路上でですね、絵を売ったりとかですね、あと、いろんなコンペ出したりとか、いろいろやってたんですね。それで、結構、そこそこ売れたんですけど、リーマンショックが2008年にありまして、その頃からですね、日本で絵画がですね、売れなくなってきた状況がありました。その状況の時から、ちょっとですね、方向転換しようと思いまして、海外に進出しようと。でそれで今はちょっと日本と中国を揉めてますけど、中国の方はですね、上海とかですね、あっちの方にちょっと進出しました。あっちの方で展覧会を何回も開きました。であと他にも、中国の関係だけだとちょっと、これも大変なこともありますから、シンガポールとかですね、ギャラリーとかに契約したりとかですね、あとはオランダの方でイベント、コンペに、展覧会に参加しまして、グループ展ですね、世界から120人がアーティストを選んだ中のトップに絵が使われまして、それに選ばれたですね。あとニューヨークのタイムズスクエアの方で行われたアーティクスタイムズスクエアというイベントでは、世界数万人の中から、トップ100人以内ですね、選ばれまして、絵がですね、展示されたり本になったりすることになりました。でこのように海外での活動というのはですね、僕もまだまだ始めたばっかですけど、皆さんもですね、この講座をですね、受講というか本を買っていただいた方がですね、なるべくいろいろ活用していただいてですね、海外の、事情とかですね、もしくは海外で受ける絵と日本で受ける絵は違いますから、そういう絵とかですね、ちょっと理解してもらったりとか、海外の事情ですね、アート事情とか、どういうふうにコンタクト取ったらいいかとかですね、あとは、言葉の問題とかですね、どういう文章を書いたらいいかとかですね、いろいろありますから、そういうのをどんどん話していきたいと思います。今回は、そんな感じで、ちょっと話させていただきました。よろしくお願いします。